そろそろカムロ町から消えるんか、キリュウちゃん。ああ、だからあんたを探していた。あ、どういうことや。俺はな、兄さん、あんたに大吾を支えてほしいと思ってる。もう分かってるやろな、俺は強いやつが好きや。俺に命令できんのは強いやつだけや。ああ、俺を登場界に戻したかったら俺に勝ってから命令せえや。やっぱりそうきたか。さあ始めようか、キリュウちゃん。こうやって向かい合うのも久々やな。せやけど手加減はなしやで。ああ、行くで。Yeah! Yeah! 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 Ye
やるな。さあ、せい、うん、おら、えい、せい、うん、あ、やっぱり、キレちゃんは、ごっついの。これで、ほんまにお別れやな。ああ。寂しくなるな、キリュウちゃん。ダイゴのことを頼んだ。ねえ、ただ一つ気がかりなことがある。なんだ？もし六代目がおかしな方向に進んでも、俺には止めることはできへんで。どういう意味だ？ダイゴ、いや、六代目はあんたと同じで人を信じやすいところがある。変な連中に利用されなきゃええんやが。大丈夫だ、大吾はそんなバカな男じゃない。そろそろ俺は行く。登場会のこと頼んだぞ。えらいこと引き受けてしもうたな。しゃあない、真島五郎、一応やってるやないか。はあ、めんどくさ。せやけど桐生ちゃんとの約束やし、しゃあないな。